あ、これ磨きやすいな。これは結構いいぞ。はい、どうもこんにちは、クリエイターパワーです。皆さん、グラブのお手入れでブラッシングどれぐらい重きを置いていますでしょうか。今回はそのブラッシングに関わるブラシ、こちらをちょっと紹介したいものがあるので、今回はお見せしていきたいと思います。野球のお手入れ道具っていうのはもうすごい数が今あるわけで、本当に僕が持ってるブラシ、例えばこういうのでも、もういろんなメーカーがいろんなものを出してるわけですね。馬毛、豚毛、まあヤギと、まあいろんなね種類があるわけですけど、本当に今増えてますね。例えばワールドテクサスさんがヤギ毛のブラシ出したり、まあ僕が使ってるのはこの馬毛がローリングスで、こっちがスラッガー、いろんなメーカーがいろんな製品を出しています。そんな中で今回は僕のところにですね、ちょっと紹介してほしいものがあるということでご提案いただきましたので、実際にそちらを紹介していこうと思います。それがこちら、靴磨き屋さんが本気で作った3種のオリジナルブラシ。今回お借りした3つのブラシ、左から豚毛、ヤギ毛、馬毛の3種類となっております。こちらのブラシ、製造元がワンダフルプレイスさんっていう靴磨き屋さんになります。今回この靴磨き屋さん、ワンダフルプレイスさんなんですけど、グラブ磨きもやっておりまして、まあ、靴磨きとグラブ磨きの両立という形でやられている方なんですけど、大阪で活動されている方です。こちらの靴磨き屋さんが今回オリジナルブラシということで、まあ、ロゴ入りのね、あの本当にグラブを磨くことをとにかく考えたブラシが発売されたということで、ぜひ紹介というか使ってみてくださいってことで、今回サンプル品をお借りしております。で、この靴磨き屋さんが本気で作ったオリジナルブラシ、もうぶっちゃけます、高いです。このブラシ、こちらのブラシなんですけど、実際にもう販売もされていまして、先にお値段をお伝えしていくと、馬毛、豚毛、ヤギ3種類あるんですけど、一律8800円、税込み価格で8800円というお値段になります。正直ブラシ1個8800円って高くねって思う方めっちゃいると思うんですよ。僕もぶっちゃけた話、最初にこの価格を見た時高いんじゃないかなって思いました。1個8800円なわけなんで、3つで、まあ、2万5000円ぐらいは超えちゃうわけですよね。2万5000円ってなると軟式グラブ1個買えちゃうぐらいの金額になります。なので僕の価値観化すると、ブラシに8800円ってどうなのかなって思ったのが僕の最初の正直な意見です。ただやっぱり高いものには理由があって、物はめちゃくちゃいいということなんで、今回普通のブラシ、例えばこのスラッガーのブラシと、こちらのワンダフルプレイスさんのオリジナルブラシ、どこが違うのかっていうのを深掘りして、このブラシ相当こだわられているんだぞっていうところも含めて紹介していこうかなと思います。じゃあこのブラシ、一体どこが普通の野球用のブラシと違うのかっていう話をしていきます。まずは作り方。一般的に野球用のブラシでは、機械で一本一本ね、まあ、毛を植えられているんですけど、こちらの靴磨き屋さんが本気で作ったオリジナルブラシ、ブラシ職人が手作りで毛を植えて作る手植えブラシという製法をとっています。手植えブラシっていうのは、木材に穴を貫通させて裏面から引き込むことで、一本一本丁寧に職人の手で植えられているという製法になります。この手植えという製法を使うことによって、毛が抜けにくく、さらに毛量も多くすることができます。確かにこちらのブラシを見ても、明らかにこの毛の長さもそうなんですけど、毛量が結構多いなっていうのが僕の最初に思ったことです。グラブ磨きのことをとことん考えて、この毛の長さ、毛の硬さ、毛量、いろんなことを考え抜かれて作られたのが今回のこのオリジナルブラシになります。靴磨きのオリジナルブラシでこのクオリティを実現しようとすると、普通は1万円を超えてくるらしいです。そこを今回このワンダフルプレイスさん頑張りました。8800円でご提供ということで、3種類とも現在販売中でございます。で、最初の方に言ったこの1本8800円、税込み8800円という値段なんですけど、まあ、あの靴磨き業界で言うと、このブラシは多分リーズナブルな部類に入るとは思います。ただ野球用、まあ、僕野球人なんで、野球のグローブのメンテナンス、まあ、ブラッシングに使うもので8800円かけられるかって考えた時に、僕は正直かけられないとは思いました。
ものはいいっていうのはすごく理解をしていて、やっぱり職人さんが一個一個手作りで作られている商品ですので、本当にクオリティが高いものっていうのは理解した上で今喋っているんですけど、まあただブラシに8800円かけられるかっていうと、もうめちゃめちゃ個人的な意見を言うとちょっと厳しいかなっていうのが僕の意見ですね。普通に野球やってる、例えば草野球人の方だったり、まあ、グラブマニアって言われる方々でも、結構これ8800円っていう値段でこのブラシを買うっていうのは、まあ、どうなのかなっていうのが僕の中にはあって、やっぱり、まあ、正直8800円、3つで2万5000円だったら僕だったらグラブ買っちゃうと思うんですよね。めちゃくちゃ正直ないことを言うと、まあ、この価格で全ユーザーというかいろんな野球人にすごいたくさん普及していくっていうのはちょっと厳しいんじゃないかっていうのが僕の見立てではあるんですけど、まあ、今回本当にクオリティが高い商品になってますので、まあ、実際にちょっとグローブ、まあ、使ってみないとわかんないということで、実際ちょっとこのグローブ、まあ、使ってみて、まあ、磨きやすさだったり毛の硬さ、特徴、まあ、違いっていうですね、普通の野球用のブラシとの違いっていうのを比較できていけたらなというふうに思います。ということで、まず早速使っていこうじゃないかということで、こちらの3つがワンダフルプレイスさんのオリジナルブラシ、こちら3つが僕が所持している野球用のブラシになります。まず見ていただきたいんですけど、これがワンダフルプレイスさんのブタ毛ブラシ、こちらがスラッガーのブタ毛ブラシ、わかりますか？圧倒的にこの毛の長さがまず違うということと、見ていただくとわかると思うんですけど、毛量ですね、密度がかなり違うということ。こちらが手植えブラシの特徴で、毛の密度と毛量っていうのがすごく多いです。で、ヤギ毛、こちらがヤギ毛なんですけど、こちらがボールタウンのヤギ毛ブラシという、こちらがワンダフルプレイさんのヤギ毛ブラシ、こちらを見ていただくとやっぱり毛量と毛の長さがかなり違いますね。で、これからこちらのグラブ実際にちょっと使っていくんですけど、まず一つ注意してもらいたいのが、ブラシというのは買って使っていきなりツヤが出る製品ではありません。基本的にはブラシというのは使い込むことで育つというのがブラシの特徴です。なので今回あんまり多分おそらく違いが出ないんじゃないかって予想しているんですけど、あくまで使い込むことでその効果がより発揮されていくのがこのブラシというものなので、そちらをぜひご理解いただいた上で見ていただけたらなというふうに思います。ということで早速使っていこうと思います。で、まあ磨いてみないと使い心地もわかんないということで、早速磨いていきます。あ、これ磨きやすいな、これは結構いいぞ。今軽く磨いてみて思ったのが、やっぱり毛が長くて密度が多い分、毛がより当たってる感じがしますね。グラブに対してよりこの毛の当たりを感じます。それともう一つ、まあ、補給面側を僕、いつもこうやって磨くときに思ってたんですけど、こちらの毛が短い方のブラシだと、こう磨いてるときに結構木材のこの部分が当たっちゃうのが僕結構気になってて、それが全くないっていうのが、やっぱりこの多分毛の長さの効果だと思うんですけど、それが全くないっていうのが個人的なところだとすごくいいところだと思いました。あ、でもこれはね、結構磨きやすいです。これはちょっといいですね。磨きやすさっていう部分に関して、めちゃくちゃいいと思います。続いて、オイルをなじませるのに使う、豚毛のブラシになります。さっきの馬毛と比べると少し固めの質感で、摩擦熱でオイルを伸ばして馴染ませていくっていう役割になります。こちらに関しても、例えばこちらがスラッガーのブラシなんですけど、やっぱり比べてみるとこの毛の長さとこの密度、こっちはわかりやすいですね。この密度っていうのが特徴ですね。こちらもおそらく毛が長いので、こちらを使っていってみてもやっぱり、うん。そうですね。やっぱりこの毛の当たる面積と密度が多いので、よりこのブラシのこのかかり方っていうのが普通の野球用のブラシとは大きく違うというふうに感じます。3つ目がこちらのヤギ毛になります。こちらはかなり柔らかいヤギの毛なんですけど、僕が持っているのがこちらのボールタウン製のヤギ毛ブラシになります。こちらも結構お値段がしてハイクオリティなものなんですけど、やっぱりこれと比べても、まあ、まずは毛の長さこれぐらい違います。と、やっぱり密度ですね。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、こっちの方が全然毛量が多くて密度が高いです。
なので、こちらもおそらく今から磨きますけど、ああ、そうですね。うん、やっぱり毛がより多く当たってる感じと磨きやすいですね。で、さっきからちょっとびっくりしてるんですけど、さっきからブラッシングをしていても毛が全く抜けないですね。さっきから多分一本も抜けてないんじゃないかなと思うんですけど、野球用だと結構毛が抜けちゃうんですね。それがちょっと気になったりすると思うんですけど、このワンダフルプレイスさんのブラシに関しては今のところ全く抜けません。やっぱり手植えっていう部分でやっぱり抜けにくいっていうのは本当なのかなというふうに思います。ということで、今こちらのブラシ使わせていただいたんですけど、やっぱり値段相応あってめちゃくちゃ磨きやすかったです。これは本当に忖度とかではなくて、野球用のブラシと磨き心地がかなり異なります。やっぱりこの毛の長さ、密度っていうのがこのブラシにとってすごい大事なことなんだなっていうのが今回実感しました。ワンダフルプレイスさんっていうのは、大阪の京橋で活動されている方で、まあいろんな例えばショップさんだったりとか、いろんなところでイベントをやられている方なので、ぜひお近くの方、イベントをもしやっていましたら、ぜひ足を運んでいただけると、分かりやすいかなというふうに思います。靴磨きの知識っていうのをグラブに応用した、特徴あるグラブ磨きをされている方ですので、僕も同じようなことをしているんですけど、まあ共に頑張っていけたらなというふうに勝手に思っております。ぜひこのブラシ、コメント欄でありかなしかっていうのを教えていただけると僕の参考になるので、ぜひコメント欄どしどし書き込んでください。ということで、今回の動画は以上になります。このブラシ気になる方ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。